トイ・エスマーチに筐体、トイ・スマーチは、コナミが発売したビーマニシリーズの音楽シミュレーションのアーケードゲームである。同社のダラマナヤを簡略化したようなマーチングパレードのドラムを模したスタイルになっており、二つのパッドを叩いて遊ぶ。今までのコナミの音楽シミュレーションと比べて、入力デバイスが少ない、BPM が表示されない、オプションがない、いいアミューズメントよう。 必ず2曲プレイ、ゲーム進行がファンシーなキャラクターによるなど子供向けの作りで、今まで若者中心に人気があったビーマニシリーズが、幼児、低年齢層にも市場を向けようとしていることがわかる。キャラクターデザインは、イラストレーターの上田バロン氏を起用。本作の収録曲のラインナップは、コナミオリジナル曲はほとんど収録されておらず、ライセンス曲が大半を占めている。また、 同社のメダルゲーム、ファンタサイク・フバーニとコラボレーションしており、一作目のテーマ曲は、ポップンミュージック12色派にてジャンル名、キッズ・マーチ、曲名、スペース・メリー・ゴーランドで収録されている。二作目でのほとんどのコナミオリジナル曲は隠し曲で、基盤の設定により隠し要素が解放される。その中に一作目のテーマ曲も、上記の曲名で収録されている。 画面情報から4種類の音符曲が流れてくるので、それに合わせてスネアドラムとシンバルを模した2種類のパッドを叩く。音符曲の種類は以下の通り。演奏中には登場キャラクターたちによるマーチが 3D ムービーで流れる。2作目からパッドの連打中には主人公のキャラクタートトとダタ,タが体当たりで勝負し合い。 演数で負けた方を吹き飛ばすという演出が発生する。ありがとうございます。